目は、ずっとフルタイムで働き続けていることが自慢。妊娠をきっかけに仕事を辞めた私のことが気に食わないらしく。だらしないとか、主婦なんて古臭いとか、チクチク嫌味を言う。私は、子供が幼稚園に上がるまでは、自分で面倒を見たいと思っているし、母親がいつも不在で、寂しい思いをしていた夫も、乙女は共に仕事第一で、夫は、ほとんど、隣に住むいとこ宅に預けられっぱなしで、家には寝に帰るだけだった。仕事より、今は、子供を第一に考えて、家にいてほしい。と言っているし、乙女もそれを知っているのに。去年の初め、乙女が倒れた。乙女は、私と夫を呼びつけ、仕事が忙しいからと、病院の手続きやら何やら全部丸投げして、乙女が死ぬまで、見舞いにも来なかった。そして、その半年後、今度は乙女が事故に遭い、少し体が不自由になった。と言っても、十分一人で生活できるレベル。すると、突然不安になったのか、同居を迫るようになった。嫁子はただ飯食いの無職なんだから、姑の介護くらいして当然でしょ。誰かさんと違って、私はずっと仕事をしてきたのよ。老後は、いたわってもらう権利があるわ。孫子の世話くらいなら、少しくらいしてあげてもいいわよ。私は仕事で、息子と交流持てなかったから、孫子で取り戻すのもいいかもね。私が孫子を見てる間、働きなさい。あなたがこれ以上怠けないよう、私がしっかり監督してあげるわ。はあ？何？その勝手な言い分。あんまりムカついたので、我慢できなかった。私が怠けてる？どこがですか？私は、子育ても家事も精一杯やってますよ。怠けっぱなしなのは乙女さんでしょ。仕事を言い訳にして、子育ても、乙女さんの世話も、全部、人に任せっぱなし。家事だって全然できてない。止めたくはお屋敷。あなたみたいな怠け者と一緒に暮らすのも、子供を預けるのもごめんです。絶対無理。無理ですから。乙女、月光。何よ。私が働いていたから、今の息子があるのよ。仕事するのも子育てのうちでしょ。家事だって、仕事してるんだから、多少手抜きになっても許容範囲でしょ。今のあなたたちの生活は、私が働いていたから成り立ってるのよ。少しは感謝したらどうなの。すると、横で青筋立てながら黙っていた夫が、なんで今の俺たちの生活があんたのおかげなんだよ。援助なんて全然受けた覚えはない。乙女が、あんたを育てて、きちんと生活できる力をつけてあげたのは私よ。すると、夫が、あんたは金を出しただけ。孤児に募金するのと大して変わらん。俺をここまで育てて、しつけして、家庭の温かさを教えてくれたのはおばさんだし。今幸せなのは、ここにいる嫁子と子供のおかげだ。あんたのおかげじゃない。俺が子供の頃は、あんたと暮らしたいと思ってたが、あんたは無視した。今さら、一緒に暮らしたいとは思わないし、そんな義理も感じてない。子育てもろくにしてこなかったあんたに、俺の子を預ける気もない。帰ってくれ。二度と来るな。乙女はわなわなしながら、半泣きで、財産あげないから覚悟しなさい。と叫びつつ帰って行った。スカッとした。乙女は、体が不自由になったと言っても、歩くのに、少し足を引きずる程度ですよ。夫は、その母親に養われてきたことに変わりないくせに。親が子を養うのは当然の義務でしょう。しつけしたり、一緒に遊んだり、親として、すべきことはたくさんあるのに、乙女は金銭的なことしかしなかった。だから、私たちも金銭的援助ならするつもりですよ。その他は拒否しますけどね。